はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9、始めていきたいと思います。前回、今回は前回できなかったバス路線の拡充ですね、そちらを主にやっていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。というわけで始めていきましょう。ですね、まず非常に重要なお知らせから、見てください。高架駅が、高架線が立ってますが、この高架線の先には何があるか、新幹線の駅があるんです。この新幹線ですね、プロジェクトで作ることで メリットがありまして、景気が上がるということですね。まあそれだけの目的な、あと、あ、そうそう、通常引く線路の上に新幹線列車が設置できると。まあ単純にそれだけです。まあそれだけでも経済的効果は大きいので、なので、でもなかなか設置できないんです。設置が難しい。本来ならここの、あの駅の上にね、作りたかったんですけど、それはできなかったんで、なるべくあの敷地を取らない、開発余地を残す方法として、あの海沿いに作るしかなかったっていう状態です。ひとまずあのプロジェクトとして新幹線を作りましたの、作って今建設中ですので、それはよろしくお願いしますって、どういう言い方だ。今回のメインはそんなんじゃない。前回なんかうまくいかなかったっていうか、そう、ソフトが落ちてしまったんですよね。もうちょっとっていう時で、バス路線設置、このバス路線設置しながら、やってたんですが、もう少しっていうとこで、あ、今バスが来た。バスがあの深夜の車庫に止まっていくんですが、もう少しっていうとこで、バスがですね、このソフト自体が落ちてしまいました。まあ、もともと32ビットのバスな、あのソフトなんで、やむを得ない部分はあるんですが、ちょっと悔しいので、ダイヤウィザード。ちなみに、これ、バスターミナルが堺駅前なんだけど、ダイヤの設定に行こうと思います。1時間、あ、50分余りかかってしまった。あれ、なんで？一瞬びっくりした。あ、今の落ちるはずですが、落ちなかったですね。
まあ、まあ大丈夫そうなんで追跡解除しましょう。そして新幹線はどこまで伸びてる？あ、まだまだですね。こちらは結構伸びてますが、そんな簡単に新幹線走らせてくれないっていうところです。今14万突破しました。もしかしたら200番以降の一つ調べたら、200番以降の列車に関しては何かバグチェックが不完全で、まあ、落ちる可能性が高い、正面衝突させると落ちる可能性が高いっていうなしを聞いたので、
まあひとまず、あれ？表示され、あ、ごめんなさい、表示されてないや。ごめんなさい、ずっと表示されてなかった。言葉ばっかり再生されてるやな。はい、というわけでですね、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう、ない。ですね、前回は新駅にまあバスを、走らせたんですが、途中で落ちてしまいました。で、いろいろ調べた結果、このまあ40番のバスがうまく働かなかったんですが、この297番のトラックがここでぶつ、この今、駅前なんですが、止まったとこでぶつかることが原因だってことが分かりまして、トラックの経路をちょっと変えました。まあ、具体的にはその駅の先ほどのトラックの集配所付近を逆左から反時計回りへ回していたのを、今やってみたい時計回りで回すようにすることで、あんまり右折伴うので好きじゃないんですが、これでぶつからなく、ソフトが落ちなくなりました。というわけで、これで40番のバスを運行させることができた次第です。車窓になってる。こんな感じですね、動いてます。バス停に止まって、地方の駅へ止めて、2往復、1日2往復するようになっております。というわけで、続いてですね、41番のバスも配置して、ダイヤウィザードをかけたいと思います。ダイヤウィザードだと6時45分始発ですね。
というわけで、41番を設置しとくか。トレインで41番ダイヤウィザードです。で、これで、早く走らせる。これは右へ曲がります。で、左へ曲がらせる。まっすぐ行く。止まってまっすぐ行く。10分停車になってる。いや、これは5分停車です。続行。5分停車の状態なので、合ってるのか。停車時間21時までと。ね、ちゃんと5分停車になっていることを確認して、さらに直進、これは今回は直進のはず。ちゃんと5分停車で、ここで右左バスきちょうど正面衝突する恐れがある。しません、大丈夫。ダイヤウィザードを解除して41を追跡に変えます。このぐらいの、
さあ、今。とりあえず、いちいちどこに泊まるかっていうのを見ておきましょう。今昼間ですね。おっと、今度はこっちのバス停に止まった。19時台か、今。20時台から出るから。なるほど。じゃあ22時台ぐらいまでは発車させていいでしょう。41番は。41番は2。22時。半ぐらいまでは発車させていいから。で、多分このもう1日で
うん。OK です。なるほど。これで、ここにバスが滞留するんで、あとバスは2本止めることはできますね。まあ、なるべく心がけるってことですね。なるべく行き帰りとも同じバス停に停めて滞泊させるってことを心がけるってことが大事だと思います。もしくは郊外にバス車庫の代用となるバス乗り場をここの辺に置いといて、スイッチして止めさせてもいいかもしれないですね。さてと、実はですね、ここにもバス停があって、ここからもですね、バスを走らせたいと思います。トレイン46番かな。青いバス、当分は1本でいいと思います。そしてどこにバスを運行させるかというと、まあここでもいいかな。あんまり長距離のバス走らせちゃダメですかね。バスってあくまで培養性なんで。ここにバスを動かして、ここは何も接続してないとこなんですよね。どの路線と今のとこまだ接続してないんで、ここへ接続させることは意味がある行動だと思います。まあもちろん環状線の電車に乗っていけば接続はできるんですけど、そこはバスの効果ですよね。
これだと当然接できないんで、5分を全社に適用ってことですね。バス停の数って1000個までだったような気が。接で46番10分停車直進ですよね。でこれで右折こっち左折左折、左折、46番折り返し、
ですね。10分で折り返して必ず、ここのバス停に戻ってこれるようにします。発車時間、最初6時でいいでしょう。6時で15分。今20時かな。折り返ししよう。右折で左と。直進じゃないのこれ。ここが右折か。で、ここは左折。で、まっすぐ行かせて、ここ右折の。違う、ここ直進で。直進で。ここで右折のここ左折だ。で、ここ左折、ここ、ここが46番右折で、ここは46番折り返しの10分停車で、ここは、直進の10分停車で、これが南側か、こっちが。なんか引き込み線作るのは難しいですね、これ。間違えた。ここは
演者に適用ですね。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、バスですね。ひとまず追跡解除しましょう。トレイン。ダイヤウィザード。ん？どこにいるんだ？これは。ダイヤウィザードを解除して46番一度撤去して。してダイヤウィザード組んで、続行、折り返しの10分停車。ん？左じゃなくこれは直進。5分停車で合ってる。これは左でいいの？左じゃないな、直進だ。直進で続行。直進、直進、5分停車続行、左続行、続行、10分停車直進。
今17時24分。右折。直進。5分停車。右折、折り返しの、20時過ぎたら、折り返さない。ということで、しばらく車窓にご注目を。見てくださいって言われてる。で、右曲がって折り返しと。で、これで、一旦停止して、ダイヤウィザードを解除した上で、46番は追跡に変更して、これの繰り返しをやれば結構スピード、みんな、スピードアップしてできるっていうことになるのかな。今18台です。あのバス停は朝6時から出てるけど、今21時台ですね。まあ22時台0時超えるか。1時に戻ってきました。結構ハードですね。はい、もう大丈夫でしょう。ということで、結構バスの本数も、運行本数も増えたってことになります。最後に、先ほどの中間バス駅ですね。その前にし。お、だいぶ近づいてきた。向こう側も近づいてきてんで、もうすぐできるかもしれません。そしてですね、ここが一応バス停になってます。
50番のバスを買いましょう。どうするかな。40キロか。これ35キロでちょっと見劣るんですよね。でもまあコミュニティバス買いましょう。ちょっと変化をつけたい。まあそれだけなんですけどね。でその50番、どうするか。発車時間で、でも工場って もしかしたら24時間運転かもしれない。つまり感じで、一応交差点をそれぞれ一応乗るだけにしとこう。これでよし。一応全車に適用。まずまあノンストップでいいか。50のこれ左折。
て、乗車ですね。一応全車に適用しとこう。で、50番右折。左折かな。いや、これ右折して。ここで左折ですね。で、じゃあここは直進だ。直進です。で、ここで左折か。で、一応ステーションで、一応全車に適用。あとはこの海側ですね。海側結構走ってるんで、こう近いをバス走らせてもいいかもしれないです。とりあえずバス走らせることで、交通券を直進で合ってる。乗り降りで、まっすぐ左折して、乗車のみ5分停車。左折
そうですね、ダイヤウィザードを解除した上で、追跡どうなんでしょうね。68人っていうのが定員みたい。あ、ちゃんとフルに乗ってくれてるみたい。ただフルに乗ってもあんまり黒字額が広がらない。今16時台1人になった。やっぱり2人ですから、ここは赤字額が広がってしまうんで、さすがに現時点ではここを19時出るダイヤまでが限度だろうな。荒池っていうとこか。荒池駅西ですね。お、結構いい黒字額出てるじゃないですか。 1.5 倍稼げてますからね、悪くはないです。どこか倍近く稼げてるかも。運賃が結構いいんでしょうね。大体倍ぐらい稼げてますね。あ、0時発になってるんだ。これはいけません。おっと、惜しい。ちょうど割り込みが入ってしまった。嬉しい、新幹線開通は嬉しいことではあるんですけどね。6時半の19時半ぐらいまでしとくか。これだと一番稼げると思うんで、停車するだけでも多少支出はありますが、さっきの支出と比べたら全然でかくない。あと長距離運用で途中で停車がないですからね。それは稼げ。あ、秋田白神さん、こんにちは。
ということで新幹線の駅見てみましょう。これが新幹線駅。ちょうどですね、あ、今新幹線の列車がやってきて、列車意外と来ないな。1日1本しか来なかったりして、もっといいペースで来ると思うんですが、全然列車来ませんね。お、今列車が来た。まさか1本しか、半往復しか来ないとか、もしかしたらあの人口の量で変わってきたりして。お、今通過しましたね。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。今回は主に、バス路線を拡充させました。ちょっとあの前半は大地苦しんで、画面も表示、あのライブ画面も表示されずに申し訳ありませんでした。切れるようでしたら切ってます、切ります。切れてたらご察しください。はい、ですね、本日はこの後もライブ配信やります。ファミコンウォーズですね。新しい面になるのかな、そちらをクリアしていきたいと思います。チャンネル登録していただくとベルのマーク表示されます。ベルのマークを押していただくと通知届くようになっております。また、ツイッターのフォローでもですね、お知らせ届くようにしておきます。はい、ぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。ブログもやっております。はい、というわけで、エレシャで行こう9はですね、深夜、毎日ではないですが BGV という形で音楽を流しながらですね、こういう風景を流すだけの動画もやってますので、夜もしお時間ありましたら 見に来ていただければ嬉しく思います。というわけで列車で行こうゲームのプレイでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。